はい、短期決戦です。7月15日2時33分です。貿易戦争の解説ね。よし、競馬始まるからね、3時からね。ニャンポス、一応これ最後の動画です。あとはもう来週、週明け、月曜日になってから。円は貿易戦争の避難先にならずって。今までなら悪材料円買いで円高になり円を買っていたのですが、今回の貿易戦争ではドルを買うようです。それが円安の原因です。読めばこれだけのことなんだけどね。だから、悪材料出るとさ、円が買われてたんだよ。今まではね。ただ、この貿易戦争は、日本にとっても悪材料、日本にとって悪材料だけど、アメリカにとって好材料だから、なんていうの？日本にとって悪材料で？日本にとって悪材料で？アメリカにとって、好材料なの？だからね、好材料が出てるドルを買うんだよ。アメリカを買うんだよ。好材料が出ている、好材料、アメリカはさ、減税があるから、減税。減税。上がる。あのね、好材料、アメリカに好材料が出てるからドルが買われてるんだよ。あ、そういうことか。アメリカに好材料が出てるから、ドルが買われる。アメリカに好材料が出てるからドルが買われる。ああ、そういうことなのか。なるほどね。で、日本にとっては悪材料だと思うんだけどな。不思議だよな。日経平均上がってくんだよな。日経平均上がる不思議。週末ユーロ円とポンド円が下げたのは押し目だったんだね。週末ユーロ円とポンド円が下げたのは押し目。多分ね、週明けたらね、またね、変わりだすと思うんだよな。円安に、ドルが変わりだしてさ、早い時点で113突破しそうな気もする。雇用統計待たずに、この3週間以内に。3週間もかかるかな。このさ、どれ見ようか。3週間もいらないような気がするな。これ15分足だとこれ下がってってるけど、これ絶対ね、あれだよ、戻りから入るよ。
週末ちょっと最後なんだちょっと売ったぐらい売っただけじゃないの。また新規の買いが入ってくんだよこれ。なんか50銭ぐらいから始まりそうな気もするけどな。窓開けてどっちかに窓開けるよね。でもね日経平均動いてないから16日は狭いレンジかも。マンゴー佐藤さん持ち越してるの。持ち越してんだよ持ち越してんだよ。ショート持ち越してんだよ。ショート持ち越し。あー、マンゴーさん、マンゴーさんあれだね。おめでとう。マンゴー佐藤さん珍しい。ああ。マンゴーさんおめでとう。いや、持ち越してんのはね、最後、ドル円ショートしなさいって言われたからさ、上手い人がいて、ドル円ショートしなさいって言ったから、ドル円ショートしてたら、うまく、利が乗ったんだよ。ただね、窓開けしてね、上で始まったらね、多分利益ないよ。これ下で始まったら面白いんだけどね。20銭ぐらいから始まったらさ。ほんと20銭で始まるか40銭で始まるかでね、ずいぶん違うんだよね。みんなの印象も違うと思うよね。ドル円が20銭で始まるか40銭で始まるかで、その始まり方によってみんなの印象が違ってくると思うんだよね。最初どういう始まり方する ?113 円早々に行くとして、最初どういう始まり方週明けしてくるかで、随分、みんなの対応が変わってくるんだよね。面白いよ。どうなるか見物だよ、週明け。ただ、日経平均も動いてないから、そんなには動かないと思うけど、月曜日はそんなに動かないと思うけど、火曜日以降の、展開が変わってくるよね。月曜日の始まり方で。月曜日の始まり方で火曜日以降の展開が変わってくる。月曜日の始まり方で火曜日以降の展開が変わってくる。マンゴー佐藤さん友達が自動売買でドル円30万マイナス抱えてる。何？あれ？インベスター？インベスト証券？インバスト証券？売買なんてやるもんじゃ。自動売買ってさ、スプ広いじゃん。そうね、自動売買ってスプ広いんだよ。なんていうのかな。もうね。
完全に上げ相場になった時に、上昇トレンドに強い自動売買システムを使ったり、完全に下げ相場になった時に、転換したなと思った時に、下降トレンドに強い自動売買使うぐらいしかないと思うんだよな。レンジに強い自動売買システムとかさ、難しいんだよ。自動売買自体、だってさ、言ってんじゃん。FX で勝ってる人はさ、1割しかいないってさ。あ、番号佐藤さんな金までの動きと全く逆の動きになると思うんで、今度円な金までじっと見てる。あれ、マンゴーさん、ドル円じゃなかったの？マンゴーさん何ポンド円やってんの？マンゴーさんドル円の人だと思ってたのに。中根までの動き？ 16 日中根ないぞ。銀行休みちゃんか。逆の動きになると思うんで、ポンド円中根までじっと見てる。マンゴー佐藤さん今は、ポンド円。ああ、そう。殺人通貨で。あれだ、勝負してんだ。あれ、先週末いくら取ったの？60銭ぐらい取った？60銭だったら番号佐藤さん、じゃあ昼過ぎまで待つ。いつまでもピュアな心さんを通。昨日から2万くらい増えてる。やったじゃん。入金だよ、入金投資法だよ。マンゴーさん2万くらい買ったんだ。マンゴーさん2万くらい買った。ユーロじゃなかったっけ？マンゴーさん、ユーロやってなかった？ 77まで。マンゴー佐藤さん、そうです。そうだよね。77まで引っ張るって言ってたやつ、2万ぐらい儲かったってこと？マンゴーさん、2万ぐらい儲かった？マンゴーさん、おめでとう。2万、未確。多分2万も儲かったね。マンゴー佐藤さん、2万ぐらい。今度だって。あ、ポンドだったの？あ、ポンドだったの？あ、2万ぐらいポンドだ。あ、そう。おめでとう。じゃあ、あれじゃん。週末お肉じゃん。あ、そうめんが美味しいよ。そうめん美味しいよ。今、お祝いするなら、お祝いするならお肉だけど、今、旬っていうかさ、そうめんが美味しいよ。美味しいもん食べるなら、美味しいもん食べてお祝いするなら、そうめん。そうめんだったら、安いから大丈夫。そうめんうまいね。そうめんじゃ栄養にならないけど、すげえ美味しいよ、そうめん。そうめんいっぱいもらっちゃったからね、そうめんで生活してんだけど。そっか、ポンドか。ポンド、ポンドはね、ポンドはね、さっき言った佐藤さん、麺類なんでも OK です。そうめん好きだな、ごっさんだからね。ポンドね、ポンドはさっき言ってたな、なんか、ポンドはトランプさんとメイさんが会ってたから、上がったんだよね、週末ね。爆上げしたんだよ、ポンド見るから。ポンドね、上がりすぎだと思うんだよね。これ、ポンドは、窓開けて、下から始まるんでしょ。ポンドは窓開けて下から始まるよ、これ。
10銭ぐらいから始まるんじゃないの。これ80銭から始まったら随分違うな。ポンド、ポンドは50から80だよ。始まりに注目。50から80だ。番号佐藤さん、ポンドは持ち越さない。これは鉄板。ああそう、ポンドは持ち越さない。これ鉄板。ポンドってさ、なんだ10分ぐらい、30分ぐらいでさ、50銭ぐらい動くときあるよね。すげえよ。あ、これでも今日、先週末の金曜日の動きはさ、7時から、7時じゃない、9時から、9時じゃないな、8時から、8時にさ、147.70 だったのが、148.70 まで上がって、1円上がってんだもんね、これね。8時から0時まで。4時間で1円上がってんだよ。20時から24時で、4時間で1円上がってんだよ、ポンド。4時間で1円つれえだろ。今度な、1円上がってんのな。今度はさ、なんかさ、月足で見てもさ、なんかさ、ポンドってどうなのこれ。ポンドよくわかんないな。ポンドな、これな。日足で見るとな、下髭陽線だったんだ。まだ上昇だね。ちょうど雲の上抜けたところじゃん、ポンドってさ。番号佐藤さん、まだ上げるよ。まだ上げるね。ポンドはまだ上げる。ポンドっていくらまでいくんだろうな、これな。154。ああ、ドル円も上がるよね、これ。ポンドが上がるんだったらドル円も上がるよ。ああ、週明けやっぱロングだな。週明けロングだな。ドル円もロングだな。ドル円、ユロ円、ポンド。ドル円、ドル円、ドル円、ユロ円、ユロル。ドル円、ユーロル、ポンド、円、ロング。ユーロ円はいいや。ドル円、ロング、ポン円、ロング、ユーロル、ロング。かな。ポン円はいいわ。ポン円は難しいから、まだ様子見よう。ユーロル、ロング。ドル円ロングとユロ円ロングだ。ユロルロングだ。ユロ円じゃない。ドル円ロングとユロルロング。それだけでいいや。ただね、ドル円がいくらで始まるかによるけどね。ほんと20銭ぐらいから始まったらさ、持ってようかな。あ、20銭ぐらいから始まったら、利確して、ロングにするかな。20銭から始まるとなんか悪材料が出てる可能性もあるからね。20銭から始まんねえだろう。
多分ね、40銭から始まると思うんだよな。金曜日は上がるんだよ。五十日で、20日。金曜日は。マンゴー佐藤さんお締めに耐えになくて、くるくる、損切りはしない。とにかく、耐えれば明るい明日が。お締めに耐えられない。あ、なに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 。あ、そうだよね。公演持ち越してないんだよね。公演持ち越してないんだったらわかんねえな。どういう展開が来るか。水曜日までこのポジションを持ってられるかどうかだな。木曜、金曜は上がっていくと思うんだよ。水曜日までに113いかなければ、水曜日までに112割ってればね、それはそれで OK だな。いやー、月曜日はね、動かないと思うよ。全く。動くかな。あ、あのね、月曜日あれが、あ、月曜日だっけ。月曜日ね、中国指標があるんだよ。そうそう、それで動くかな。どうかな、それで動くかどうかってところだな。40銭が始まったら買われるかもしれないけど、20銭から始まったら様子見ようかな。うん、そんな感じ。ドル円次第だよ。ドル円、ユロルはロング。ドル円、ユロルは XM でロング。ただ入金できないからな。入金したいな。入金するかな？入金してユロロロングしよう。ああ、XM に入金して。マンゴー佐藤さん利益確定のタイミングがあれもう少し持ってればいいじゃんって時があるんだけど、どんな考えなんですか。利益確定のタイミングがあれもう少し持ってればいいじゃんって時があるんですけど、どんな考えなんですか。あのね、それね、目が黒いうちはいいんだけど、あれだよ、そのマンゴーさんの考え方と一緒だよ。持ち越さない。
利益確定のタイミングが、書いとこう。利益確定のタイミングが、あれ、もう少し持っていればいいじゃん。時があるんです。ね、相場に、画面に貼り付いてるときは、残り3分しかない。画面に貼り付いてるときはいいんだけど、席を外すとき、席を外すときにポジション切ってんだよ。ほら、昼の出かけるときとかさ、全場終わって昼出かけるときとかさ、それだけなんだよ。夜食事行くときとか。考えがあるわけじゃなくて、席外すから、切っちゃってんだよ。ああ、もう利益出てるからいいや、っていう。そうそう。席外してる時にさ、逆に動いたら嫌じゃん。だから利確してんだよ。一度区切ってるわけ。見てるときはいいけど、見てないときに動かれると嫌じゃん。だいたいね、席外してるときは逆に動くから。これ放置できればいいんだけどな。そのまま。映像流したまま放置できるとな、放置がな。残り1分。あ、競馬見てくるわ。ああ、お疲れさん。結構真剣に話してるだけで、結構あれだ、体力使うから、暑いから。番号佐藤さん読みが当たってて、こっちも多いポジションで見てるのに。ああ、そう。すいませんね。あれなんだよ。もう54秒しかないけど。余裕がないんだよ。余裕がない。余裕がないの。今ね、どうしても勝ちたいっていう、こうね、負けたくないっていうのがあるからね。ダメなの。まあ、ダメだ、ダメ。トレードにね、余裕がない。佐藤さん、いつも楽しいのありがとうございます。こちらこそ。じゃあまたね。お疲れさんです。10秒あるか。また、また来、あ、また明日。